アプティオ株式会社の成塚と申します本日は,は DX の推進を支える継続的な IT コスト最適化の実現をアプティオでいかに実現するかご紹介さし上げたいと思います。まず全ての会社様でもうテクノロジーを活用されるようになっており年々 IT の費用というのは増加をしクラウドのスペンディングというところも増加をし。 46%の IT 組織の方でアプリケーション開発においてはアジャイルの開発、DevOps いろいろな多くの新しい手法が採用されていると認識しておりますで、このような中 DX を推進する上で多くのお客様から IT 投資が不十分であるというお言葉をお聞きいたしますで、IT 投資が不十分な理由としてアップティオとしましては IT コストの可視化が不十分であるということ IT コストに対してアカウンタビリティが欠如しているということ一度立てた予算計画に対して予算実績の管理というところの頻度が少ないというところここから起因して常に IT 投資が不十分な状態生まれていると認識しています。アプティオの調査ですけれども44%の組織のテクノロジーリーダーが IT で目標達成において資金不足が理由というふうに挙げております。 一方で会社で作られた IT 予算の平均11%から15%がバッファーとして予定されていてこちらが自由に使えないという事象こちらも認識をしております。また62%のお客様の方では自己資金で DX を望んでいる一方でですね77%の CIO の方が自社にあるアプリケーションのコスト把握に苦慮されているという実情を認識しております。 アプティはです、ね、シアトルベルビューの会社になりますけれども本社4月からできた日本支社ともにですね1つ目はお客様がお持ちの会計システムについていろいろ情報は入っておりますが IT コスト把握という目的においては最適化された状態になっていないので一定の変換が必要というふうに認識しております。 2つ目としては IT の予算計画に多くの時間を必要として一度立てた予算の計画に対する実績データの取得比較こちらについては取得に多くの時間がかかってしまうため頻度が少なくなってしまうまたその流度が荒い適切な形ではないので流度が荒くこちらも功を奏してないという実情を認識しております。3つ目としましまては あの期末に大きな予算実績差異が出てしまい期中に効果的な IT 投資ができていないという実情を認識しておりますこちらは例えば IT 予算が100億円のお客様がいらっしゃったとして期末になって10%の予算差異で余りましたということですと10億円の予算が期中に使われてないということになりますまあ、こちらは機会損失ですとか効果的に IT 投資ができていないというふうに認識をしております 4つ目としてアプリケーションですとかプロダクトですとか IT サービスですとか、まあ、TCO が把握していらっしゃらない、まあ、こういう実情を認識しております。また、えー、ベンチマーク自社の IT コストについて他社との比較というのを簡単に実施できない IT 部門が提供している IT サービスについて利用部門に対して納得のあるコスト課金ができていないそして回収ができていないという実情 オンプレミスの環境においては1コンピューティングあたり1ストレージあたりユニット単位でのコスト把握ができていないという実情で最後になりますがマルチクラウドのコスト管理というところが複雑になってきていて各クラウドベンダーから来る請求書の形と社内に対して課金をしたい形こちらが異なっているため多くの会社さんは手作業でこの作業をされて組織内に課金をしているという状況そして予算をすぐに使い切ってしまう状況 このような課題を認識しておりますこのようなその IT ファイナンスにおける課題に対して、まあ、DX を実現する上で、まあ、組織の中で継続的な IT コストの最適化が重要だと認識をしておりますアプティオでは継続的な IT コスト最適化のステップとしまして5つのプロセス5つのステップを推奨しております一番初めにトランスペアレントと書いてありますがこちらは IT コストの可視化になります で可視化においてまずはテクノロジー部門 IT 部門が範疇としている IT コストの範囲がどこにあるべきかどこにあるのかこれをステークホルダーと確認をし CIO ないしテクノロジーリーダーの所掌の範囲にある IT コストの可視化というものを行っていきます。で可視化にあたって留意点留意すべき点としましては関係者に分かる形で可視化することが重要になります。 こちらどういうことかと言いますとまあ、アプティオではアトム後ほど説明しますがアトムという IT コスト可視化にモデルを適用しておりますでこちらのモデルは4層から構成されていてこの4層をもって関係者にわかる形で可視化をするようなことを提供しておりますで、可視化という意味では予算を立てましてで予算に対して 適切な流度と適切な頻度で実績をデータを持ってきて、予算と実績の可視化というのを行います。こちらがアッティオで言うトランスペアレント可視化になります。で、次にベンチマークになりますが、こちらはその該当するインダストリーがあれば、インダストリーベンチマークされても良いとは思ってますが、まあ、ない会社さんもいらっしゃると思いますので、ある会社様は、あの、その当該の該当のインダストリーを持って。 比較よりも分析に時間を活用されることをお勧めしております。で3つ目アカウンタビリティというふうにしてますけれどもアカウンタビリティとは何かといいますと IT コストに対する認識を関係者持っていただくということになります。でこちらに対してまず IT サービスに対し課金を行います課金を行うことによって受益者負担の明確化をいたします。これは言い換えると利用部門の方々が 使っている it サービスはただではないということを明確化させます。で、課金に際して課金をするとですね。まあ、その値段のコスト、妥当性、コスト、説明責任が利用部門に対して生まれます。ですので、it 部門としてはなぜこの課金プライスになったか、これを tco を紐解いて、利用部門の方に説明して、コストに対する説明責任というのを果たします。で4つ目としまして、その状態になりますと。 IT 部門が課金をいたしましま部門の課金が例えば一月1人当たり360円だったとして利用部門の方はマーケットと比較をしますその時にマーケットが同じようなサービスを200円で提供しているのであれば IT 部門は360円を200円にするような努力っていうのは必要になりますしもちろん最適化においては IT 部門において IT 部門の中でできることベンダーさんの契約内容を取りまとめて 契約をまコンソリデーション統合していくということもできると思います IT 部門の中でできることを行うということもう一つは利用,部門様利用部門と一緒に取り組む施策を実施していくことになりますこちらは IT のサービスの利用状況ないし IT サービスの TCO IT サービスのプライシングこちらの事実データを持って利用部門と会話をして両者で 最適化を図っていく例えば利用率が低くて TCO が高いアプリケーションサービスがあるのであれば利用率が低いので、まあ、こちらは撤廃するですとか、まあ、このような形でオプティマイズ最適化を図っていきますとでそこで余ったお金に対してリインベストメントこちらは DX 担当 DX をリードされている方々がまあメインになると思いますけれども、まあ、最適なエリアに対して IT 投資をする。 もう一つは継続的な IT コスト最適化プロセスを実現するこちらの「継続的な」というところにあの重きを置いております。こちらのステップに対してアプティオのソリューションでサポートをいたします。具体的にはアプティオは2007年に創業されて11のプロダクトを持っていますけれどもこの最適化ステップに対してメインで聞くソリューションとしましては5つになります。 後ほどご説明しますが、ITFMF、IT ベンチマーク、CT アップサンドサービス、CT ビジネスユニット、b ロ l バ o w ィ IT、こちらは主に1から4のステップに対してサポートをする SARS のソリューションになります。ア p テ e o の仕組みになりますが、先ほど IT ファイナンスの領域に SARS のソリューションを提供する会社になります。その仕組みなんですが、下の段の お客様がお持ちの IT コストに関わりうるであろうデータというのをアプティオのプラットフォームに取り込みます取り込んでからそのデータを構造化業界標準の分類分け目的に応じた IT コスト配布をプラットフォーム上で行いますそれをもって IT コスト IT ファイナンス関わりうる領域 にソリューションを提供していくまあ、こういう仕組みになりますえ先ほど業界標準の分類分け IT コストの配布申し上げましたで冒頭でアトムというキーワードも申し上げましたがアトムというのがこちらになりましてこの4層での IT コスト可視化をアプティオとしては推奨をいたしておりますえオレンジ色の部分がお客様がお持ちの 実績のデータですとか計画系のデータですとかお持ちの IT コストに関わりうるであろうデータを取り込みますで取り込んだ上で一番下のレイヤーコストプールと買いプールというふうに書いてますが、まあ、コストプールのレイヤーあの違う言い方をしますとこちらはあの IT の素材のような形のレイヤーと思っていただければと思いますが IT の社内労務費 IT の社外労務費ハードウェアソフトウェアこの形でデータを分類いたします。 次に1つレイヤーを挙げてまあ上から3つ目のレイヤータワーというふうに呼んでますが IT 部門が提供している IT ファンクションのようなレイヤーと思っていただければと思いますデータセンターにいくらかかっているのかストレージにいくらかかっているのかコンピューティングにいくらかかっているのかコストプールのレイヤーから配布を通じてタワーのボックスを作りますさらに1つレイヤーを挙げて組織の中で存在するアプリケーション あのプロダクト一つ一つのサービス IT サービスこちらに対して TCO を図るべく配布を行いますですので例えば CRM のアプリケーションがあったとしますこちらの TCO が把握して次にレイヤーに対して行うのはその CRM のアプリケーションがどのように使われているかという情報をもとに利用部門の方にその TCO を課金いたします CRM のアプリケーションが例えば利用部門1のみから使われていない1のみが使っている場合はその CRM の TCO はすべて利用部門1にコスト課金配布されるこのような形をとりますですので CRM のアプリケーションをまあアプティオ上でダブルクリックするとそこにひも付くタワーのレイヤーのボックスが展開されて 例えば CRM のアプリケーションのデータセンターをクリックするとそこに紐づくコストプールのレイヤーが展開されてそこに紐づく例えば社内労務費というのをクリックすると実績のデータトランザクションデータというのが表示されるこのような仕組みをレイヤー4層を通じて提供いたします。ですので IT コストに対して透明性を関係者に向けて分かる形で提供するこれが Atom で実現する可視化と いいう,うに考えていただければと思いますでその上ででですねその上で IT コストに透明性を提供し最適化するという形で先ほど可視化を Atom のレイヤーでいたしましたでその上ででですね IT コストが関わりうるであろう領域に SARS のソリューションを提供していますアプティオではそのエリアを6つに定義しこの6つに対して11のプロダクトを提供しています 一番下のオレンジのボックスですけれども一つのプロダクトはベンチマーク比較を行うプロダクト IT の予算計画予算実績管理を行うプロダクト真ん中のひ、まあ、左側になりますけれどもインフラのレイヤーにおいてはオンプレミスのユニット単位でのコストを可視化する仕組みパブリッククラウドの世界では AWS Azure GCP この3種の、まあ、3クラウドベンダーの請求書を 最適な形つまりコスト課金したい形に流度を切って社内請求をする仕組みですとかリザーブドインスタンスライトサイジング買い方のレコメンドをするような機能というのも提供するプロダクトアプリケーションの領域においてはアプリケーションの TCO 利用率の可視化をする仕組みベンダーの領域においてはベンダーさんがどのような契約を持っているか発行された PO の状態はどのようなものか。 あとは買いかけ金に対する支払いのタイミングこの辺を管理する仕組みプロジェクトの領域においてはアジャイルのプロダクト開発における管理ですとかあとはまあ開発をするときに運用のところも加味したコストにフォーカスした一元的な管理これを行います。で最後に利用サイド利用部門サイドに行う利用部門サイドに向けた機能としましては持っている IT サービスのコストを課金する仕組み 利利用用部門の利用状況に応じてて請求をして回収をする仕組みこのようなものを用意しておりますこちらがアプティオの SARS ソリューション6つのエリアに対して11のプロダクトになります先ほど来申し上げました IT コスト最適化のステッププロセス並びにお客様側で行うべき業務アプティオのプロダクト アプティオの適用領域アトムのレイヤーをまとめたものがこちらになります、えー。継続的な IT コスト最適化を一気に実現できるというふうには考えておりませんでまずは順番にまずは1のステップから可視化を以下にして予実管理をしてここでもコスト削減を実現して DX に持っていく2のプロセス3のステップ 3のプロセスここまででもコスト削減をして、えー、リインベストメントできるような IT の投資を生み出す、まあ、このようなことを目標にしております一つトランスペアレント可視化の領域においてアプティオのプロダクトは ITFMF という製品が当てはまります ITFMF は何をするかといいますと コストプールのレイヤーとタワーのレイヤーで可視化を行って予算の計画を立案する予算を策定するプラットフォームを提供し実績データを自動に取り込んで流度を合わせた形で予実比較をするという仕組みになりますがこちらを例えばご導入いただきますとまあ一言で言うと1個のイニシアティブとして予算実績差異というのを確実に改善いたします。 アプティはあのちなみにですねちょっとご紹介できてないんであれなんですけど、えー、1000社以上お客さんがいらっしゃってこちらのカスタマーのケースから予算実績差異を1%未満にするという事例が数多いんですけどあのこちらのはですね例えば IT 予算が100億円ありますと予算実績差異が5%出てしまっているお客様がいらっしゃいますそうすると当たり前ですけど5億円ですと。 で5億円に対してこの5億円に対して15%改善をいたしますというふうに言ってます。でこれはかなりまあ低く見積もった数字になるので、まあ、確実にこちらはできると思うんですけど、えー、まあそれで年間ですね、まあ、あの幾分かでかつ年間ではなく ITFMF を導入するタイミング導入する期間は3か月は要しますのでここは余裕を持って6か月として、まあ、半年利益を まあ生み出すつまり3750万円をあの、まあ、お返ししますということを行いますで次に ITFMF の、まあ、特徴として予実採用をさ最適化するということ以外に、まあ、運用費というところを削減しますとこちらも少なく見積もって少なくとも1%は改善できると思っています100億円のお客様運用比率72%低いと思いますけれどもえー まあそのお客様に対して1%を改善してそれを半年の期間で換算すると3600万円の効果をお返しします、まあ、このようなことを考えています3つ目に ITFMF はまあベンチマークのコストというところも加味しております ITFMF とまあそこで行うベンチマークの例えばですねまあコンサルティング会社さんで200万円で行うとしてまあ60%ぐらいはそこの費用を削減できる まあこのような形ででダッシュをして出してて出おりますすあとはプランニンニグサイクルです今は83%のお客様が Excel で行っているというふうにアプティオの方では認識しておりますけどここを ITFMF で実現をしてプラットフォーム上で行うことによって、まあ、6か月かかって210万円これは2人ですねかかっている、まあ、この部分を80%改善して1,000万近くは新しいお金を生み出すというふうに認識を 考えております。で。他にお客様からいただくご質問というか、ご意見としましては、まあ、可視化をした後に何をすればいいのかわからないというまあ、ご意見をいただく時があります。まあ、もちろん、そのま知り合の方ですので、まあそのデータを見ればどこで手をつけていいかまあ、とはいえ、あの新しく来た方です。とかまあ、ちょっと役職がという方の場合にあの方に向けてですね。アップとューでインサイトアクションプランというのをまあ。 買っていただいた製品にくっつけてる形で用意をしていましてこれ何をしているかというとアトムのレイヤーというかアトムのモデルを使ってコストの分類をしますとでこの分類されたコストの状態をマシンラーニングを使ってこのパターンであればこういうパターンこういう形で分析をされたらいかがですかというお客様に対するインサイトを提供する機能を持っております。例えば 上から2つ目ですが固定費が高いアプリケーションは何かというとアプリケーションを動かしている固定費の平均から20%以上高いアプリケーション固定費が高いアプリケーションがあった場合はこれを提示してここに対して調べられては何かインサイトというか最適化の機会があるかもしれませんこのような機能を用意いたしております同様に 今現時点で20以上ありますけれども、まあ、こちらはですね、まあ、毎月毎月インサイトとして提供しているのでいろいろなあのデータというかインサイトをご提供できると思っております。で先ほどちょっと申し上げましたけど、えー、グローバルで1,000社以上お客さん、まあ、1,000社超ですねお客さんいらっしゃってうち63社がフォーチューン100のお客様になります。 でそのようなお客様からお声を聞いたのをまとめておりますけれども、まあ、当たり前ですけど IT 費用に透明性がもたらされた運用コストを16%削減することができた、えー、クラウド移行においてはユニット単位オンプレのユニット単位のコスト比較をして、まあ、合理的な形でクラウド移行ができましたクラウドコスト自身を30%削減 IT の予算の計画時間を75%削減こちら ユニリーバーさんとかですと88とか、まあ、あのいろんな数字がありますけれども平均75%削減予算実績債を1%未満に抑えることができたで何よりも何かあって 20%IT コストを削減するんではなくて継続的なコスト最適化を実現できるようになりました、まあ、このようなお声を頂戴していますこちらはお客様のロゴになりますアプティオ自身としましては1プロダクト 平均3ヶ月の導入期間が必要になります導入といってもコーディングではなくて、まあ、データのお客様からお預かりして変換してという作業になりますけれども、まあ、こちらはあのデータの変換導入においてはプロフェッショナルサービスという形でアプティオも行いますカスタマーサクセスプロダクトサポート、まあ、お客様の中で IT コスト最適化のプロセスをまあ定着していただきたいというふうな形で思ってますので。 お客様向けの教材ですとかハンンンズオントレーニングあとはアプティオコミュニティを有してまして、まあ、それとは別なコミュニティもあるんですけれどもあの1700ぐらいのメンバーでお客様同士お話しできるような場を提供しております、うん、各ソリューションの導入例になりますが、まあ、フェーズ1としましては ITFMF の導入が多く例としてございますでこちらは申し上げましたように予算の計画の立案あとは 予算の計画に対して、実績のデータを収集してこちらの比較をします。で、アトムのレイヤーではコストプールとタワーのレイヤーまで可視化をした状態で、こちらに対して予算実績の比較というのを行っていきます。で、ステップ2としましては、アプリケーションサービスのレイヤーで、こちらはそのお客様が。 アプリケーションの情報を全部お持ちであればそれは取り込ませていただきたいですがこちらは多く使われている上位20のアプリケーションの情報をいただく s a ズ s のアプリケーションの使用率のデータをいただくこちらでフェーズ2アプリケーションのレイヤーまで可視化を行います最後に利用部門の方に対してコストの課金ですとか利用状況に応じた請求回収を行う仕組みになりますがこちらはお客様お持ちの IT のアプリケーションサービスの 部門ごとの利用状況ですとか IT サービスの使用率のデータを頂戴して提供いたす仕組みになっています。でフェーズ1からフェーズ3を通しまして、まあ、多くこれは US エミア双方でお聞きいたしますが、まあ、お客様必ずおっしゃるのが、まあ、データがないですとかデータが汚いですとか、まあ、このことはもう本当に各国でお聞きします。でプロダクトに最低限必要なデータ項目というのはまあ アプティオの方で用意をしておりますので、まあ、こちらに合わせた形でデータをご用意ご準備いただきますがもちろんないケースもあると思いますのでそちらについてはどのような形で埋めるかというのをもうお話をさせていただいてプロダクトの導入をいたします。ですので1プロダクト3ヶ月ぐらいの導入期間になりますが主にお客様とデータのやり取り配布のロジックを決める時にこちらから標準を提示してまあ ご相談をしてハイフロジックをお客様と決めていくまあこのような格好で導入が進んでいきます。以上そのアプティオの製品 IT コスト最適化にまあ起用できるソリューションをご紹介いたしました。あのまあ DX 推進にあたって IT 予算不足 があると思いますで今回のコロナも見ていても在宅環境、まあ、リモートワークにスムーズに入れた会社さんとスムーズに入れなかった会社さんはテクノロジー投資に依存していると思いますので、まあ、未来に向かって DX 投資っていうのは必ず外せない、まあ、必ず重要になるものだと思ってますのでそちらに対してまあアプティオを通じてですね貢献できたらなと思ってます。えー、本日はごご聴ありがとうございました アプティオが取り込むデータですけれども計画系のデータと実績系のデータファイナンシャルのデータとオペレーショナルのデータに分けたスライドがこちらになりますですので SAP さんからのデータですとかオラクルさんからのデータももちろんですしマイクロソフト、Azure、AWS からのデータアナプランサービスナウ、ジーラこの辺のデータを取り込むプラットフォームになりますですので IT コストに関わるデータを このような他の会社様のシステムから取り込んで取り込み方ですけれども左上の方で「データリンクエージェント」と記載ありますがこちらは弊社の製品になりましてお客様のどこかのサーバーに置かせていただいてオンプレミスのシステムから自動連携をして一定の変換を加えてアプティオのエンバイロメントプラットフォームに取り込むというやり方二つ目がファイル形式で取り込むやり方。IT 予算の データはおそらく Excel が多いと思いますのでファイル形式でも取り込めますしお客様によってはファイルでお渡ししたいというリクエストもいただきますのでその場合は CSV ないしスプレッドシートのような形でいただいてアプ t i o の方で取り込むその中でア p ティオの方でデータを変換をしてアトムの構造にしてお客様に可視化を提供するこのような仕組みになっております。